ゴシュン。R2D2? 操作しているのでした。はい、こんにちは、まやちゃんねる、まやはるです。はい、今日はですね、こちらのドロイドインベンターキットで遊びたいなと思います。うん、はい、遊ぶといっても作るんだよね。そう、これね、作らなきゃいけないの。まずはまあ、開けてみましょうか。うん、はい、よいしょ。あ、シール。あ、ステッカー。いっぱいこのモジュールみたいなのが出てきたよ。なんだこれは。透明のパーツ。じゃあ細かく見ていきましょう。いはい、中はこんな風になってますね。このね、うん、6種類のビッツモジュールっていうこのね、核になるものが入ってますね。うん、あとはこの23種類のドロイドパーツが入ってます。お、3種類のステッカー。そうだね、ステッカーが3枚入ってますね。うん、はい、はい、実際どうやって組み立てるかっていうと、これ説明書入ってないの。あ、だけど、うん、アプリでガイドしてくれるんで。おー、はい、アプリ自体こんな感じだね。うん、日本語にちゃんとなってるから簡単に組み立てられそうだね。うん、始めますってみたいな感じ。はいはい、やってみる。ピッ。これちなみに磁石でつながるのね。あ、磁石、磁石。ああ、ここにパーツがあってガチャッとくっつくようになってる。なるほどね、やりやすそうだね。うん、電池に接続するんだ。あ、これは向き通りにこうやって、うん、そうそうそう、ガッチャンと。これをここに差し込む。ガッチャッ。オッケー。オンにできるから、電源を。オンにしてみて。あ、光った光った。いくよ。はい。おお、なった。 R2 の音が鳴った。すごい。嫌いになったよ。あ、これは、おお、いろんな音出せるんだね。あ、すごい。いいじゃん。へえ。 OK、 じゃあこれは確認できたんで、うん、完了してください。ミッション完了。やった。次、駆動回路って書いてある。あれ、じゃあミッション作る。ミッション開始。ガッシャン。おお、つながったよ。真ん中かな。真ん中ガチャリンコ。はい。おお。ドロイドパーツ。あ、車輪フックと小型車輪っていうのがいいみたい。差し込む。うん、オッケー。回る回る。電源オン。電源オン。おお。動いた。うん。もう一回やってみよう。動いてる動いてる。動いてるね。すごい。ちゃんと。充電してるってことだね。うん、それで動かしましょう。お、試すってあるよ。試す。おっと、おお、動いた動いた。じゃあ今度は右側のつまみいってみよう。おお、車輪で方向を変えられるってことかな、これは。そうだね、前輪でね。素晴らしい。じゃあこれは完了。完了、ミッション完了。やったぜ。あ、ということは、そうそうそう。どうした、なんで、ごめん、思い出し笑いしちゃった。なんで今思い出し笑いすんの。うん、なんかすげえ思い出しちゃった。なんで。よし、これではめられたかな。合体ポイ。あ、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 だからモーターの方に手で差し込む。これを一旦通そう。なんで。空いてる部分が前になるよね。挟まないように、挟まないように。ガチャリンコ。おー、いいね。おお、すごい。ちょっと穴に合うように入って、うん、入った入った。よいしょ、はい、できた。これ虫眼鏡っぽくなってる。そうだね。おお、おお、でっかく見える。よいしょと。よし、できた。できた、うん、オッケー、これで完成。次、電源オン。電源オン。ここ、ここ入れる。あ、窓があった。お、お、すごい。やったー。あ、動く動く。おー、なったなったなった。ちょっと落ちないように。うん、落ちないように。おお、すごいすごいすごい。はい、ということで完成しました。おー、よかったー。ここら辺のは全部僕が貼りました。あ、そうだね。で、シールはね、すごく貼りやすかったね。うん、あのアルツが答えてくれてるけど、あのちゃんとね、この穴が開いてるっていうか、へこみがあるから、うん、そこにシールね、そうペタッと貼れるやってね、うん、楽でしたね。はい、いいね。おお、うん、
いい感じにシール貼れましたね。よかった。はい、じゃあエイジン君動かしてみてください。おー、あーいいねいいね、 R2 だ。何、挨拶してくれたのこれ。はい、じゃあエイシン君、障害物、このコーンが4つありますので、これジグザグにここまで抜けてください。はい、はい、じゃあ頑張って。ちゃんと音鳴らしてやってんだね。大回りだけど大丈夫かな。え、当たってないよ。おっとっとっと、はい、これでゴールかな。はい、そしてこのドロイドなんですけども、いろんなモードが楽しめるみたいなんだけど、まずはフォースモードっていうのに今から切り替えたいなと思います。はい、はい、ということでフォースモード完成しました。じゃあエイシン君のフォースを見せてください。はい、おお、じゃあパパのフォースも見てください。おーおーおー、止まった。おー、あー、面白い。はい、実はね、これクラッカーにここの部分にセンサーついてんだね、うん、これで反応して動くようになってんだ、うん、はい、おお、これすごいすごい。手離すとどうなるの。なるほど、うん、じゃあ続いてはヘッドコントロールモードっていうのにしてみましょう。おお、これはこの頭が動かせるってやつね。すごい、うん、じゃあこれも作っていきましょう、うん、はい、ということでヘッドスピンモード完成しました。じゃあエイシン君お願いします。はい、おお、すごい、うん、いいね、すごいね、 R2 っぽくなったよこれ、うん、このさ LED がこう光るのもいいよね、うんうん、こっちの方がパパ好きだな、うん、でも動かなきゃね。そうそうそう、この場合は、前輪のね駆動がなくなるので、うん、動かすことはできない。これは頭しか動かないんだけど、うん、でもこっちの方がパパは R2 っぽくて好き。僕もそう、うん、はい、ということで今回はドロイドインベンターキット、はい、ということで面白かったね、うん、エイシン君どうでしたか。すごい楽しかった。楽しかったね、うんうん、自分で組み立てられる R2D2 すごくおすすめだと思いますね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。